毎日の暮らしにウィズ、ウィズとかって、なんか英語があるから、毎日の暮らしにミルクをダムかな、ウィズも入れるの。じゃない、入れなくても。ね、毎日の暮らしにミルク、ミルクをに焦点を当て、イノワザコンベンションシティ2階、羽衣コートにおいて、9月22日金曜日、10時から3時まで食料キャンペーンを行います。はい、あ、私がそのままだったね。それを踏まえて本年度は、発色、あれ、それを踏まえて本年度、おかしいよね。行います。基本テーマに行った方がいいね。ああ、これ読まないけど、さっきなんか感じです。おかしい。キャンペーンを行います。これを踏まえて、ここを両方踏まえて、キャンペーンを行います。基本テーマを食事をしっかり話すで、毎日やって、なるかでとって言ってたけど、二重になるってこと。二重になるか。今日のテーマちょっとドキドキしてくれそうだね。今日のテーマどれも。そしたら かぶるんだよ。重なる。こっちから読んでください。ちょっとなんかおかしい。さあ、ちょっとキャンペーンを行います。で、基本テーマをやってから。時刻は午後4時を回りました。この時間は健康情報番組キーキライフをお届けします。この番組は市民そしてリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう、宜野湾市報、新聞記事、専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。お相手は FM 宜野湾、今西恵です。番組では健康や福祉に関する疑問、質問、ご意見などメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM 宜野湾ではユーストリームやツイキャス、タイマルラジオでネット配信も行っています。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。タイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。 FM 宜野湾のホームページや無料アプリリスンラジオでお聴きください。本日も宜野湾市内にあります宜野湾トロピカルビーチより放送しております。皆さんよろしくお願いします。それではまずはじめに宜野湾市からの情報をお届けします。FM 宜野湾から健康情報番組生き生きライフをお届けしております。まずはじめに司法宜野湾健康福祉だよりからお知らせをお伝えします。まずはじめに寝ぷきふくふく情報です。第4回ふくふく講座が行われます。今回のテーマは自分らしく生きる大切さ、性同一性障害から学んだこと。講師は又吉美久人さん、性同一性障害の当事者の方です。日時は9月19日火曜日午後7時から9時まで。場所は男女共同参画支援センターふくふくの行動。対象は関心のある方、宜野湾市外の方も参加可能です。受講料は無料。今回は性同一性障害当事者から自身の体験を通して感じてきたことや、どのような選択をしてきたのか、そして社会に求めることなどを伺います。みんなで学び考えましょう。お申し込みは男女共同参画支援センターふくふく、
電話番号は896-1616までお問い合わせください。続いて宜野湾市はつらつ元気サポーター養成講座募集のお知らせです。いつまでも住み慣れた地域でみんなと元気に過ごしたいと熱い思いをお持ちの方、地域デビューしてみませんか。運動サポート法や脳トレなど総合的な介護予防を学び、お住まいの地域で広めていきませんか。興味のある方、ご応募お待ちしております。開催日は10月5日から12月14日まで、全10回、毎週木曜日、時間は14時から16時となっております。場所は勤労青少年ホーム、対象は市内在住の20歳以上の方、健康や地域づくり、ボランティアに興味のある方。募集人数は20名です。参加費は無料。申し込み期間は9月4日月曜日から9月22日金曜日までです。申し込み方法は窓口にて申し込み書をご記入ください。お問い合わせは介護長寿課内線183番、もしくは206番までお問い合わせください。続いて簡単ストレッチ筋トレ教室参加者募集のお知らせです。次回は9月15日金曜日に行われます。時間は14時から15時、場所は保健相談センター。対象は宜野湾市民で運動制限のない方。内容がストレッチ、筋力トレーニング、運動に関する講話などが行われます。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物。参加費は無料です。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。以上、宜野湾市からの情報をお届けしました。 CM の後はゲストさんをお迎えします。CM 中です。はい、ちょっと固めて